それじゃあ整数の証明の問題のパターンの2つ目、桁を入れ替えた時うんぬんかんぬんっていうのをやっていきましょう。でどういう問題かっていうと、1番2桁の自然数とその数の1の位と10の位の数字を入れ替えた数、入れ替えてますね桁を、の和が11の倍数になることっていうのを説明してください、証明してくださいっていう問題です。でどういうことかっていうと、ちょっとまた例を使って確認してみましょう。例えば2桁の自然数って、自然数は正の整数なので10から99まで、これ全部2桁の自然数ですよね。この中のどの数字でもいいので、じゃあ35にしましょうか。これが2桁の自然数とします。でその数の1の位と10の位を入れ替えた数、これ53ですよね。和は足し算の答えです、が11の倍数になってます。これ81、これ11の倍数になってますよね。なるほど。ちょっともう一個ぐらい考えておきましょう。例えばじゃあ91にしましょうか。入れ替えたら19ですね。足したら110です。これも11の倍数になってますね。なるほど。確かに全部11の倍数になりそうです。で、これを、まあ、さっきと同じように全ての場合、全ての2桁の自然数で当てはまることを証明してくださいっていうのが問題です。で、もちろん全部のパターンを言うことはちょっと難しいので、ここでも、文字を使って説明していきます。文字を使うと、まあ、その文字っていうのは、いろんな数を当てはめられるっていうのが文字の意味なので、文字を使って証明いうことができれば、全ての場合について成り立つっていうことですね。なので基本的なステップはさっきと一緒です。まず2桁の自然数とその数の1の位のと10の位の数字を入れ替えた数の和っていうのを文字式で表してあげて、その式を変えていくんでしたね、変形していく、計算していって11の倍数ですよっていうのが言えるような形にします。そしたら、これは11の倍数になってますよねっていうふうに最後言ってあげる、文字で表して式を変形して最後証明できたよって言ってあげる3つのステップです。で、まず1つ目のステップからこれでもやっていきましょう。2桁の自然数っていうのを表すんですね。例えばこれ、この2桁の自然数を x とかっていうふうにしてもいいんですけど、そうするとこの x の1の位と10の位の数字を入れ替えた数ってどうやっていいか分かんないですよね。 x からこれ例えば y とかにしてしまったら x たす y は11の倍数って全然言えないんで、ここはちょっと見方を変えて、この問題でポイントになっているのは1の位と10の位っていうのに注目してるっていうことです。だこの2桁の自然数と一応これは関係がありますよね、入れ替えた数。なのでこの位をそれぞれ文字に置いてあげます。1の位を x、 10の位を y とすると、じゃあこれ2桁の自然数、あ、これ逆にしようか、ちょっと逆にしますね。2桁の自然数はどうやって表せますか。例えば、1の位が5、10の位が3だったらこれ2桁の自然数は53ですよね。じゃあ xy でいいですか。これダメですよね。xy は x×y のことなので、これがもし53だったら15になっちゃうじゃないですか。おかしいですよね。なので xy はダメです。10の位を x、1の位を y にしたらどうなるかっていうと、53っていうのはこれ10が
10の位が5なんで、10が5個集まったのに3が足してありますよということですよね。これと考え方は一緒です。10の位が x ってことは、10の位が x 個集まったのに y が足してありますよっていうことなんですね。なので、10の位が x、1の位が y の時の2桁の自然数っていうのはこれで表すことができます。ちょっと書き換えましょうか。かけるを省いて 10x プラス y になるんですね。でじゃあこれの1の位と10の位の数字を入れ替えた数の方はどうなるかっていうと、これが y でこっちが x になるってことなので、こんなの分かりますか？そのまま入れ替えたらいいですよね。こうです。でこれを足してあげたらいくらになりますか？11x プラス 11y ですね。でこれでもなんとなく11の倍数になってるっぽいですね。なんですけど、もうちょっと分かりやすく11の倍数だっていうのは言えるためにこうしてあげましょう。大丈夫ですか？なんでこうしたかっていうと、 XY はそれぞれ整数なんですよね。なので x プラス y は整数なので、11、もちろんそうですよ、2桁の自然数のそれぞれの桁を x と y にしているので、それを足したらもちろん整数ですよね。11括弧 x プラス y は11の倍数ですよと。倍数である。でここまでいったらステップ2個目が終わりです。ここが1個目でしたよね。式で表した、変形して言ってあげた。最後はこれをもう一回繰り返します。したがって2桁の自然数と、その数の1の位と10の位の数字を入れ替えた数の和は、ちょっと省略します。書いてるの見てるのめんどくさいと思うんで、和は11の倍数になりますよ。テキストに全部書いてるのでちゃんと見といてくださいね。これで証明が終わりです。大丈夫ですか？で2番も同じようにして、ここが差になってるけど、それをうまく式で表して自分でやってみてください。